やれていい？よし！通常 BB 6です。いや気持ちいいね。やっぱ今実戦中で喋りながらなんで、ちょっとねゲーム数まで数えられてなかったんですけど、体感でちょっとおかしかったんですよね、前兆が。いやこれ6だねーか、マジで。で一応青 BB 出てくる確率が3分の16やと、他だと5分の1。いやこれはあるでしょ、完全歩きょろ。もう絶対6円しか思えん、これちゃんと対決連も飛んでくれとるし、2回連続着物石、着物石の、特訓いってるし、1回は種ありっぽかったし、全然あってもおかしくない挙動だったんで、一応今45ゲームで通常 BB いっちゃったんですけど、この場合は、引き戻し特訓のサンプルから除外してください。なぜなら、引き戻し特訓はその後に回されるんで、当選してても。だからこの場合は、引き戻し特訓のサンプルから除外だから、今のところ、引き戻し特訓が3分の2いや違う2分の2で引き戻し特訓いってるってことです。これはサンプルから除外あるよ、一応左からやから青ならあるよ、全然ある、全然ある。滑れよ滑れよ、あー滑れない、赤ならです、全然 OK。 で、僕はミサオビビータク消えちゃい、あー消えない、楽しいね、こういう挙動してくれると番長は楽しい、打ってて6かもみたいな、119が目の前にあるかもみたいな、この楽しさと期待感と、でこの演出のうまさですよね、あの微妙な時に来ましたけどね。いやでもこれで裏番長ボーナスっぽかったらマジ伝説の番組ですね、マジで裏いこっちゃな、それマジでどうしよう。これ裏番長ボーナスなら僕は多分今このまんま出してます、終わりぐらいに。であとね、僕コパンダルーレットのオール爆弾も見たことないんですよ、オール爆弾は、ストック3つ以上の天国確定なんですけど、それも見たことない、結構都市伝説と思っとる。で一応ルーレットは簡単結構、まあ、笹がなかったら天国確定ストックプラス、結構シンプル、はい、これはまあほぼデフォパターンですね、青青で一応なくはない、なくはない、なくはない、あ青やったら複数プラス天国、さあ2ゴロ分の1を引いたと信じて今日3回目かな ART 行きましょう。これは長い修学旅行にしたい。一応歌は変わらんな、対決一発は出てきます、大丈夫、裏番長ボーナスなら全然ある。やばい、裏番長ボーナスの夢が捉える、マジやばい、マジやばい、やだやだ、返せ、もうやだ俺もう。いや1セットで、1セットでいいから、よっ、これは裏番長ボーナスの可能性があるよ、これはあるよ、裏番長ボーナスの可能性が、そういうことよ、そういうこと。どうしようこれで30セットとかいったらどうしよう、これ裏番長ボーナスで、これ30セットで残しちゃおうか、 G スタイルの店でちょっと伝説を残そう、乗っけてないのに終わらない、壊れた壊れたっつって、あるよ、お弁当食ってろ、お弁当さて、お弁当食ってろ、弁当食ってろ、あー赤、大丈夫、あるある、ほら、
くないマジで。何も乗っけてないですよ今。いや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 、あらーやばい。3日目来たわ。さあ来た、今日の勝負どころ2回目、3日目、豪栄学。ここがねもう死ぬほどおもろい、震えるわ今日はマジで。あーいいよいいよいいよ、壮絶な空振りした、めっちゃはずい。弱い弱い、あーもう一回、よし。あーもう、よしよしよし、赤、あーまだ分かんないよ。乗り終えから、ループ率は平均的に取りやすいから持ってる可能性もある。君じゃない、あーいいよいいよいいよ、夕日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 、あら行ったわ、豪大寺行ったわ。一応2個以上確定、かつループ率をいっぱい持ってる時に流れやすいんですよ。もちろんさっきのノリオが潜ってて歌流れたっての可能性もあるんですけど、あるなこれ、まんまいだわ、帰れない、もう帰れんわ。でこれ豪大寺行って買ってうおーみたいになる。あー気持ちいい、このねやばいよな、この演出が一番好きかも。 ART 中行くと分かっててのこの夕日、綺麗ですね。やっぱねたぎる、ここが一番たぎる、番長打ててこれ当てると当てないと全然違いますからね、マジで運命の差。行くな、あー叩けない叩けないよ俺は。ナビなしで MB、 よーいよおー、いや枠用してるんで、枠用してるんで MB ある。いやいいよこれで上げてくれればいいよ、調理実習じゃなかったら全然 OK よ。動けよお前、分かってんだろな、リプレイかい。あ、でも大相撲や、やばい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 、絶対勝つ絶対勝つ、やっぱり絶対勝たなきゃダメ、ほんまに俺が一回り、よしよしよーし、一回来た、赤カットインをイメージ、スライドプッシュで赤カットイン、いきますよ、よし勝った、祝福の、あーあれ、なんない嘘、あ、2回が大丈夫でしたわ、2回は。よし、さあさっきの継続ジャッジ中に 6% 押せたら絶頂対決、一応ボタンはね白なのよ、いくよいくよ、偶数っぽいから5ではないと思うから 6%、 あー惜しい、いや全然 OK だってこれで
またゲーム数が巻き戻るんで合意確保やり直せるんですよ。かつボーナス制のベルタみたいなやつは全部この対決の抽選に回るんで、もうやばい、無限対決、無限。青出てこないかな、これマジで設定されるやつなんですけどね、青出てきたら。あー惜しい、そんな甘かないか。いやでもマジである、マジである、これはマジでうまかった。これ裏番長ボーナスいたかな。天国の5分の1で消える。波なしバージョン弾リーチ目リプレイ資格ストック取ってます。で一応、青7と赤7の塊を狙うとこうバーン止まります。でバーンになった場合は上段バー、気持ちいいよねこれね、大好き大好き。いやー綺麗よね。さあストックも取ったいうことなし。青 BB 来ないかな、悶絶やけどねこれ。青 BB の 青カード来たら爆弾、オール爆弾。おーあーマックスストックの可能性はもちろんあります。天国に飛んでなかったんで青を出してこなかったって可能性も十分あるんで、まあ、全然 OK。 赤いただきストックゲットいきます。でね、さっきまで紹介した合流格のステージがですよ、ドルルルこれをループさせると無限に待機出てくるんですよ。たまらないでしょ番長3。あー弱いな、裏モードいってないかな。もちろん弱くても裏モードの可能性あるんですけど、あーあー MB よしよし、集中よ集中、えぐり込むように。どうかな、バー上段、赤カットイン。おーあーよし、今日青いな、ループ持ってこれんな今日。いやまだ分からん、まだ分からんけどね、あるある、なくはない、なくはない。下パネルとか消えたらよかったんやけど、あーおお、これはやばいね、いったらね、いけよーし、いった、これはお待ち、ここ耐えたら俺の勝ち。あー耐えれない、岩尾岩尾岩尾、はい、うわ絶対勝つ、絶対勝つ、死んだまず大相撲やめて。試練を与える、やろう。あーやばい、多分次ゲームで終わっちゃう気がする、絶対引く。あーもう一回たらかして、1回けだ1回けだ1回けだ、
でもね、押されてるんよね。耐えて。うわあれ、チャンスモード飛んだかな。一応そのビリビリしないとこでフェイクだった場合は3パーしかないんですよ。だからもうほぼほぼいってくれます。ゴー大事に。またチャンスモール飛んだんで、これも偶数っぽい。行ったら熱いよ、行ったら熱い。早い段階で行ったらその分ゴー大事が長くなるんで結構熱くなるんですよ。あいやいやいや、サンパーなんて引いてないっすよね。ね、よーし、チャンスモード、これはちゃんと書いておく。ゴー加藤、ストックは減らしたくない。弱対決はあかんて。一応ゴー大事の対決は中対決のフレー結構高いんですから。よし、黄金の右腕、黄金の右腕使う。えぐり込むように、うっす。2ゲーム連続ベル、赤よ赤。うわー、もういい。3ゲーム連続でいく。引いた。3ゲーム連続で引いたよ。俺はやることやった。お前マジで勝てよ。ふざけんなよ本当に。おっしゃ、確定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 。見ました今、見ました今。これはレアいよ。カオル先生のカットインは勝利。おお、いいよね。これ負けるのがいいとこ、この台ので。これ大事なのですよ。これ復活するんですけど、復活したゲームでパーンって言ったら絶頂対決です。わかりますか。知ってる。でももちろん、絶頂の可能性は残ってます。ここを赤く光らせば絶頂。おそらく4-6なんで 6%。 OK、 いきます。頼む頼む、赤く光るんだ、頼む赤く光る。赤、あー白いけどまだある、全然可能性ある。諦めちゃダメ、押すまで分かんない。いきます。あー、いや、OK、今のうまかった。ベル3連続は鬼。こうは楽しいね。エンパイオン、はい、赤。消えろ消えろ消えろ。おお、全然 OK。 これは出ちゃう。一応チェリーは2回来ました。あー、これ通常パターン。よし、しっかり乗せていく。飛んでろ。あー、まだ上がんない。上がる可能性もある。あー、チェリーってだけ言ってたんかな。煽ってる煽ってる。チェリー対決かな。いかんのかい。あー、行くよね。
高額チャンシェリー。マジこれは絶対勝つやつ。すごいセクシーね。よし、50%。よし。あ、これはしっかり、今引くかい。まあいいや。25%でもいいからループ持ってきてほしい。マジでどっちも行かずよ。え、終わんないよね多分。もうちょっと怖い、ちょっと怖いけど、まあ一応第三世紀は入れて、いや終わったかな。これ熱いやろ。左右中狙っちゃう。うわー、リプレイだ。まだベルヒーじゃない、そういうことですね。じゃあマジでやめて、ほんとやめて。お前ビビるから。結構ローシャツもらったのになと思って。さあ復活した瞬間に川を飛んでる。まだある、ああ、対決いる。15回目のベルかな。夕日出ねえかな。川行っちゃう、合格行っちゃう。行け。おお、夕日。あ、こっちよね。ああ、そうよね、あ、まだだ。よっしゃ。いや、気持ちいいよね。好きなんよ、このシャッター揺れるやつが。シャッター揺れて、ほぼ強対決なんですけど、中対決とかやったら確定。僕はまだ見たことないです。言いましょう。しっかり引いてこ、1ゲーム目。意外と油断したら負けるからね、まだラグビー。赤やり、50%でループストック持ってくる。あ、黄色いるかもな、これ。もう下パネル消えたりしないかな。ああ、なんて君たちなんだい。ああ、いやー、どうかな、ちょっと怖い。あー、これは危ない気がする。赤、あー、やっぱり
や、これはちょっと終わった気がしますね。10連の1340枚。あー、これはまずい、これはまずい。あー、弱い。いやー、まあ当たり前かもしれないですけど、裏番長ボーナスではなかったです。まあまあ、さすがに、さすがに。あー、終わった。はい、転落リップ。おう、ちょっと待って、ちょっと待って。今ステージチェンジ演出でチャンス目なんですよ。多分これ確定対決だと思います。一応チェリーやった場合はほぼ確定対決なんですけど、チャンス目出るんだ今。びっくりした。多分これ確定対決です。あるんだ。一回チェリーは引いたことあるんですよ。でしっかり確定対決だったんですけど、あー、ごめんごめん。チャンス目もあるんだ。チャンス目はダメですよだったら嫌っすね。対決確定だけですみたいな。岩尾とか出てくるんじゃない、強めの。確定対決の時はマジで強い演出出まくるんで、基本的に。ここ次は9ゲーム目。発展しないでしょ。ほらあるんじゃない。次10ゲーム目ですよ。いきます、発展しろ。うわで、レアクしている。発展で確定対決ですよ、10ゲーム目。ほらやばっ。はい、当たりました。あるんだ、初めて見た俺こんだけ言ってるけど。はい、チャンス目で確定だけです。次回以降打てるんかな。はい、38ゲームで当たり。焦ったわ、今日は持っとるね。いや相当いいもん見せれてる。あー、ベルコブシ、まあいいんすけど。はい、41ゲーム ART 早い。引き戻しかどうかは分からないです。さあ行きましょう、41ゲーム ART。 まあこれは完全に引きです。設定であるとこじゃないんで、自分で持ってきただけです。行きましょう。はい、速攻。焦るわ今のは。いやー、エロいね今の演出。やっぱりこう乗ってる時は持ってくるんですよね、こういうとこも。最後歌変わる。あー、ならない。ただ今ゴー大事な煽り終わったんですけど、2回目のゴー大事な煽りが来た場合はほぼゴー大事以降濃厚になります。言ったら来る、言ったら来る。多分これ行きました。あ、こっち？こっち？いや違うでしょ。はい、行きましたね。これがすごいな、言ったら来てくれたんですけど、今前兆が終わって1回目のゴールダイジャンオリ、2回目のゴールダイジャンオリで行ったってことです。はい、23ゲームゴールダイジン。ちょい強め、この演出は。ちょい、全然負けることあるんですけど、ちょい強め。やば。はい、確定対決の方向です。やば、このナビマジかっこいいですよね、大好きなんですよ。なんで、どうなってるかというと、今の現状を、天国が選ばれてた、もしくはゴー大臣を 35% 取ってた、そのうちの 7% を取ってたかのどっちかです。さあ 6% の絶頂ぶち込もうか。
今日ほんま楽しいわ、ほんまにおもろい。5ゲーム目、あ、いっちゃう、あ、いかないね。あ、6ゲーム目、ほらリアルキャラもう当たってる、当たってる、当たってる。次回動く、お、出ない。この第3天使ですよ、注目してほしいのは。一応絶頂対決に入るパターンはいくつかあって、いつか次回予告で絶頂対決っていうのと、こう対峙画面第3停止でカカカカモンっていうパターンと、あとボタンプッシュ、この3パターンぐらいあります、基本的に。で演出も強いんで全然ある可能性ある。いきますよ。あー、惜しい、惜しいよ、まだ分かんないよ。まあ、一応書いておきますね、当たったんで。まあ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 、まあ、してるしてる。いやー、これは絶頂式したい、お尻舐めて MB。 あ、いいっすか、いいっすか、ちょっとボタンによってもらって OK、 いきますね。そうですよ、赤ボタン、赤ボタンやれば絶頂ですよ。いや、まだあかんない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 。白でも諦めたね、白でも全然あるから。いきます。あー、うーん、いやー惜しかった、でも来ると思った、来ると思った、ちょっとちょっと今あるんじゃないかと思っちゃった。一応天国の場合は青菜の振り受けも高くなるんで、これ青なら出てきたら、まあ天国行ったんかなって感じです。あ、赤か、んー、どっちやろうな、ちょっと分かんないですね。まあ全然 OK、 今日の俺は神がかってるわ、自分で言うなってね。おお、いやマジで嬉しい、だってさ俺 G スタイル出れないんじゃないかと思って、マジで超出たいと思ったからめっちゃ嬉しい。まだ決まってない、まだ決まってないよ、まだ決まってないけど、もう楽曲、映像、モードしさ、そしてあのレアクとかナビなしからの7とか、お、褒めたら来るやつ、褒めたら来る、褒めたら伸びる、この子は40%あるかも、あるかも、チャンス見たから止まるかもしれないな。おらーねえ、言ったら言ったら来る、これ美しいよね、美しいよ、あー、やばい、もう言ったら来てくれる。でも何をやっても揃わないんですけど、まあ、リーチミリプレイ近くのズドン、はい、これ何を揃わないんですけど、おそらくチャンス目で取ってたんかな。おーし、はい、とりあえずストックは取っている状況です。オール爆弾か笹なしが見たい、オール赤とか天国確定のオール青とかでもいいよ。はい、とりあえず赤いだらけあるんで、さあボーナスの後は 10% チャンス。いけ、あー、はい、対決、おお、オッケー、この中対決はラッキー、ラッキー中対決。いいよ。ああ、ああ、
ナビはない、ナビはない。弁当。あー、MB。よし。青でも対決ありますね。いやでも裏ボタンはループストック取ってても 50% しかいかんないんで、まあ演出が弱いんですけどね。ボタン、チャンス目。あー、チェリー、チェリーなら OK、チェリーなら OK、チェリーなら OK。 確か 40% でぐらいでストック。せーの、あいや、スーパーラッキー、スーパーラッキー。終わったと思った。ループ取ってましたね。いやーこれなんか合流角がいいな。あー、くそー。正直ループ頼み。4連1%で六角。あー、どうなんだろうな。下画面はまだゼロなんですよね。復活は、あー、これはねえかな。いや十分十分ないですね。ベル引いて木村さんないんでなしです。まあ、6夜と考えたらほぼ32を超えないと思うと、まあ、さっさとベロ揃えたい。の気のせい。なんだ、おってん通常 BB。 ここで、あの、よかったです。通常 BB です。2発目、これ多分間違いないと思います。特訓、はいはい、通常ビビです。やりました。2発目6です。あぶれー、間に合った。いや今日はマジで設定に助かる日ですね。はい、もうあからさまに通常ビビ。なんで煽ってんって言ってたのかもね。一応番長3はもう通常 BB の場合フェイクは絶対ないんで。はい、おお、出た出た、見ました今。 MB でボタンちゃん確定でございます。はい、通常 BB、 まあ言ってましたけど気づくの早かったですよね今ね。俺結構危ねえ、下皿飲まれたぐらいですね。よかったよかった。はい、シャッター閉まります。ああ、まだまだ、はい。
542ゲーム、2発目です。青、あー赤か。まあまあ6だからって引ける確率もうそこそこなんで。さあラスト頑張ります。さあ行きましょう、ラスト ART へ。あー通常パターン、はい、おそらく退屈いると思うんですよね。行かなかったら32超えたってことになるん で結構対決負けたから合格いかないかな、6やったら。あーいいね、チャンスアップ。うわ、いやもうこれで六角出して帰りましょう。はい、出ない、いてー、復活は、あー、はい、復活もなし。はい、事前終了、お疲れ様でした。はい、ちょっとね、結果の方もうほんと微妙な感じだったと思うんで、どっち勝ったんですかね。いいですか、発表していきます。投資2000円、400万円ですね。そして回収の方が1764枚、平さんの1291枚を無事抜いて暫定1位になりました。いやマジで危なかった、だって70枚差ぐらいですよね。72枚差で暫定1位になりました。なんでワルペコが2位やったんですけど、まあ、抜けて僕が1位、タレさんが2位という形で、終わりました。であと2人、ルルさんと、あ違うか、次がアカネで、その次がルルさんなんですけど、さすがにどっちかはへこんでくれると思うんで、僕も多分もらったと思ってます、正直。 G スター、ありがとうございます。あーよかった、マジで。でまあ、簡単な、実践内容を振り返ると、設定推測的にですよ、朝一から良かったですね。通常 BB も2回ありまして、引き戻し特訓おそらく、種ありが1回、もう間違いないでしょう。あんないい挙動見たことないです。モード以降も、対決連チャンにめちゃくちゃ行くかつ、BB のチャンスモードも確認、グースっぽいということで、まあ6でしょう、間違いなく。僕は今まで番長3死ぬほどってきましたけど、ここまで設定6だろうという展開は1ミリもあったことなかったんで、設定6で間違いないと思います。もう設定積もって回収して暫定1位となりました。ということで、僕の実践の方はここら辺で終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。翔でした。